祖よりうなちゃんなんこと佐野智則をごひいき賜りまして誠にありがとうございます。本日は令和4年下半期見切り品総決算のご案内です。妻海岸を愛し妻海と略す夏男佐野智則は結果的に海に行かず白が似合う美肌男子としてエアコンの夏を過ごさせていただきました。紅葉の山々も白銀の世界も楽しむことなく50インチの大画面で仕入れた膨大な知識を語り佐野を上回る指揮者は全てブロック、もう向かうところ敵なしの状態に至りました。大変長らくお待たせいたしました。それでは恋愛芸限りなく脳梗塞芸で配信会を牽引する佐野智則の洒落た人生観をご堪能ください。あ、お茶でありがとう。白と女優ライトで攻めてくる眩しすぎる佐野。クッキングパパ。洒落た着こなしのきらこめを待つ佐野。帽子厚くない？なんで？アンチを疑うムレムレの佐野。最近買ったポロシャツが簡単にめくられたアマゾンな佐野。高校野球やってるやつらに言ってこいよ、お孫の野郎。かぶんねえ方が熱いんだよ、バカがよ。涼しい室内で高校球児と比較する女優ライト高校の佐野。兵隊のさひらこめが上がらず歌う得体の知れない佐野。熱くないだのなんだの言ってるやつは大体ピザ、オールピザ。悪意なき視聴者もオール肥満認定する。なぜか体型には自信がある佐野。気が緩むとデジャバルアスリート体型を披露する佐野。おだです。これを着るには訳がある。キラコメを待ち受ける佐野。どうもです。キラコメかと二度見したら挨拶コメだった佐野。なんかね、俺がねデブだとか腹が出てるとかわっきのわかんないことを言うアンチがいるんで、とりあえずスキンズを上下で着てみました。はい。ああ。舐めてんのか。おい。どうも、佐野です。54歳です。佐野さんは、ポーズを決め、名前を名乗り、キラコメを期待しましたが、コメント欄は、想定外の大草原でした。てめえの体見せてから言え、この野郎。佐野さんは常日頃
鍛え上げた体型を語り、それを証明したつもりが結構な草体型でした。てめえが50になった時の体見せろ。そしたらお前死んでやる。今年還暦を迎えるドレの深夜食堂さんは謹んで弔辞を読み上げました。なんかさ、これ競輪選手みてえじゃねえ。俺こんなってチャリ乗ってたら頑張って捕食を逃れる釣り餌のエビでした。で、こうのやろ。佐野、ボソキコちゃんの境地、強奪。なんでいつも口説き文句が俺にはもったいない。いや、俺ね、自分に自信がないの。お酒だけ買ったからって言うから、じゃあ今下開けるわ。で、玄関前までしか家の中入れねえからな。わかった。じゃあ上がってこい。佐野の事実とは異なる釈明に必要なラインもさらされるも、青白猫たんの歩み寄りで和解。振られた分際で上から目線の言動によりプライドを失う。彼氏がいないなら付き合ってって、あんた大丈夫かいな。意味がわからない。人妻彼女、何がし様がいながら短期間で二度も告白し振られる精神力はまさに恋の特攻野郎。いいじゃねえかよ、みんなのよ、ガチャ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 だよ。俺がどこで何してようがおめえに関係ねえだろうがよ。そやな、楽しく毎日やってりゃいいんだよ。人生はよ、クソがよ。佐野は悪い返答をされると難癖をつけ、女性を精神的に追い込む傾向があった。青白がこの9月に入ってから富士山って言ってるから、9月の富士山はあんまりおすすめしないけどね。登山家の佐野は富士登山のノウハウを語り、青白猫たんに登山用具を半ば親切の押し売りで貸すも誘われず。まあ、単独で行くのか、まあ、誰かパートナーっていうか誰かがついてきてくれるんだったらまだいいけどな。佐野の心配をよそに頼もしいパートナーが同行。体力的に不安のある佐野は道具を貸すのみ役目を終えた。もういいや、だって人種が違うから。人種が違う佐野は残暑厳しい新世界を防寒ファッションで徘徊。良かったの。諭吉の接待でホステスを口説く佐野。この時から諭吉との間に亀裂が生じ始めていた。お、ちょっと待って。誰だ。はい。申し合わせたかのごとく何かしらの宅配便が届く。用意していた現金3万数千円を手にした佐野。たった知れや、生き物だよ。鼻水を拭う腕には超高級腕時計ロレックスが神々しく輝いていた。よし、来月誕生日だからね、54チャインになります。自分に誕生日金がねえんだよ。家賃滞納してんのに自分にできるわけねえ。これが家賃を滞納してまで買い秒でめくられた心眼不明なロレックス事件である。リスナーから送ってきた。おざす、ありがとうございます。っていうかこれいくらすんだろうな、わかんねえけど。そうなの？なんで？来犯した野田のもとに佐野が
何がしとアポなしとつ。香川と会う約束をしていたのだが、半目となった佐野とどちらを取るか悩む素振りを見せるも、ぶっちゃけ佐野を取る気はなかった。マジか、ダメなんだ。あー、そうか。あー、マジか、どうしたらいいんだよ。あー、苦悩する様子を演じる野田であったが、佐野は今や大人気配信者野田を甘く見すぎていた。香川金梅さんとヨーガーとかいるんだ。野田は佐野が諦めるまで持久戦に持ち込んだ。佐野さん変わらないな。変わらないな。じゃあまた。あ、ありがとうございます。そして未明、頑張れ頑張れ。男性配信者一同が会す香川のバーに佐野と何がしが来店。人妻彼女何がしは居合わせた男性配信者に対し傍若無人に振る舞い、目に余る言動に諭吉が怒り心頭。グラスの水を浴びせられ反撃に出た何がしであったが滑って転倒。佐野は何がしのメンタルを優しく優しくケアした。そして10月29日、54歳の誕生日を迎えるも、佐野は配信することなく終了。誕生日にあやかって多くの投げ銭を期待した佐野であったが、目論見が外れ、一番高価なプレゼントは自分で買った腕時計だった。俺は傍若無人と、いつになるか分かんないけど、必ず席は入れます。はい。以上です。俺はあの人が俺のそばにいることが一番の理想です。以上です。だから、ガタ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 言わないでください。はい。殴られても、罵声を浴びせられても、とわの愛を誓った痩せ細っていく佐野さん。以上。俺はあの人がそばにいることはすごく幸せだから。うん。寝蹴りをばらされたことも、デート中にうどん屋に駆け込み漏らしてしまったこともすべて洗い流した佐野さん。坊ちゃんは放送上の坊ちゃんとプライベートの坊ちゃんは全然違うからね。なあ、どうぞお幸せに。フラちゃんマから LINE 来てるわ。早く帰ってこいって LINE 来てる。ことあるごとに男性配信者に突する何がしは、今夜も天使宅へ突。タッタカタッタッターって何ですかつってバーンってやって終わりだよ。佐野はコラボに上がり天使を挑発。佐野も何がしの手前弱いところを見せられない心情は理解できた。そして明朝、M 氏は佐野の挑発に応じ、来たら降りてやると言ったマンション近くで待機した。テビル煽ったのは佐野さんでしたよ。だから来たんだろ。でも開けるとは言ってねえよ俺。ああ、佐野はラジオ配信を開始、強気で語るも言い訳に終始した。うん、バカだなあ。佐野はエントランスのドアに守られながら籠城し、M氏を挑発し続けた。放送やってなきゃな。やってんだろうが、こら貧
婚して一人で来ましたって言うんだったら降りてってやるよ。やったんだけどな。佐野は負け惜しみで煽り続け、このあと膠着状態が1時間以上にも及んだ。入ってきてんぞ。もう、はい、わかりました。警察に電話します。ですね、家のマンションの中に。やがて大阪南警察署員が到着。一時はバール事件を彷彿させる M 氏の穏便な行動により事なきを得た。ブロックだよ、いらねえや。慣れてんのかよ、コメントが読まれてんじゃ、だけで言ってんじゃねえよ、いらねえよ。辛労が重なってか言葉が出なくなった佐野さん。そうかよ、よっぽがだね。消防犬はここは無理だからね。何度も何度もお前がやればやるほど来ねえ。うん。